ノクティス王子、難しい話抜きで頼みたいことがあるんだけど、心霊写真を撮りたいとは思わない？次はオカルト記事か？いやいや、とんでもない。これは大真面目な話だよ。アコルドの国宝名画ラクシュミに強力な悪霊が取り付いたらしい。悪霊？信じられないでしょ。でもね、僕はこの話がスクープになると睨んでる。もしオルティシエに行くことがあったら、ぜひ悪霊の写真を撮ってきてほしいな。ラクシュミは首相官邸の地下に大切に保管されているんだ。アコルドの国宝に取り付いた悪霊、本当だったら大スクープだ。討伐に来たハンターだな。ラクシュミならここを進んだ先にある。いよいよ名画とご対面か。いわくつきのな。やばい、俺緊張してきた。これがラクシュミか。あ、でっか。これは霧？え、嘘でしょ。大胆だな。フロント、写真だ。手も撮っていいの？捕まんない？早く取れ。撮った、撮りました。このままやっちまうか。コーヒーが飲みたい気分だ。終わったらいくらでも。楽しみにしておこう。ノクト！任せろ。ノクト最強。当然。嘘。あ、これ取ってきた。おお、これはなんて素晴らしい。大スクープだろ。雑誌には載せられないね。子供の読者にはちょっと刺激が強すぎる。それに絵に宿った悪霊なんだろう。だったらこの写真にも宿ってるかもしれない。この危ない一枚は僕が厳重に保管しておく。せっかく撮ったのに。代わりに
報酬は感謝の気持ちを込めて、いつもよりちょっとだけ色つけておくから。やあ、僕は次のネタを探しているところさ。元気そうだね。仕事が忙しくて嬉しい悲鳴だ。